民進党の派閥、民進党の派閥では、民進党及び前進の民主党において形成された派閥について解説する。報道では、民進党、民主党のグループと呼称されることが多い。民進党の前進である民主党の国会議員は、政治信条、出身政党、支持母体、中心的な政策課題などに基づいた党内集団を形成していた。 報道では自民党の派閥が各派の領収の名を取って派と呼称されるのに習い民主党の派閥グループも代表者や領収の名を取ってグループと呼称された。自民党の派閥は官僚派、当人派などの個人的経歴、起源となる政党、世襲的な遠隔や人間関係、選挙区事情などによって発生、存続した党内集団で、 派閥参加にあたり政治信条、政策等の考え方相違はそれほど問題とはならない。55年体制かつ中選挙区制の時代、自民党は一党優位の与党であり、自民党総裁につくことが内閣総理大臣につくことを意味した上、同一の選挙区に自民党候補を複数擁立できたため、派閥が発達した。各派は領収を総裁にし、構成員を政府、議員、 党内の役職に就けることを目指したため、党内に対立構造を生み、大きな影響力を有した。派閥の領収、幹部は、多くの政治資金を集めて、派閥の構成員に分配し、派閥の構成員は、派閥の領収、幹部らが示唆する政治行動を取ることにより、派閥は、強い結束力と行動力、上位ツの統率力を持った。これに対して、民主党の派閥、 グループは民主党が55年体制の終焉後、かつ小選挙区制の時代に生まれた政党であるため、自民党の派閥とは多くの点で異なっていた。民主党のグループには、出身政党、支持母体を核に発生したものもあったが、政治信条、国家間、政策課題上の関心を同じくするものが、より集まった、勉強会、研究会といった性格のものも多く、 複数のグループに所属する者もいた。民主党代表をはじめとする役職の獲得を目標にしないグループもあり、結束して党の役職を求めていくといった活動をあまり行わないことも多かった。また、グループのリーダーがメンバーに政治資金を分配するといった関係も生じにくく、トップダウンでグループの意思を統一させることも難しかった。民主党代表選においても、 一般世論と同様に演説、選挙活動を通じて知らされる代表候補の政治信条、政策、個人的関係、印象などを各自が判断して投票行動を決める議員が多かった。このため、グループの実態は、どの派の考え方が自流に沿っているかによって支持を決める中間派が大多数とも言われ、緩やかなまとまりを持つ集団とされていた。 民主党が統制を拡大し、所属議員数も増加するに従って、政治的、社会的にも大きな力を持つようになると、党内グループも党内外に影響力を強め、自民党の派閥に似た機能を持つ者も,も増えた。2009年、第45回衆議院議員総選挙により、民主党が政権を獲得した後は、この傾向がより強まった。特に民主党の元代表で、 政権交代時の幹事長でもある小沢一郎を中心としたグループは早くから派閥類似の機能と体制を持ち同窓選挙で誕生した大量の新人議員は小沢チルドレンと呼ばれて多くは小沢グループに所属し小沢の政治的影響力を高めた民与合併により自由党から合流した議員を中心とする小沢グループのほか旧民主党の結成時に社民党 旧社会党から合流した議員を中心とする横道グループ、民友連の統合による民主党の結成時に新党友愛、旧民社党から合流した議員を中心とする川端グループ、旧民主党の結成時に先駆けなどから合流した議員を中心とする官グループの4グループ、比較的強い結束力を持つとされていた。近年では細野派が 自民党の派閥と同じく他の党内グループとの掛け持ちを禁止し、政治資金パーティーで集めた政治資金をメンバーに分配するなど、自他共に認める派閥として活動していたが、2017年5月の細野の会長辞任以降は、勉強会に近い緩やかな政策グループとなり、政治資金パーティーの年次開催も当面休止となった。なお、 党内には特定のグループに所属していない議員も少なからず存在していた。2009年の政権交代時、鳩山政権発足時には、党幹事長の小沢一郎と、党代表で首相の鳩山幸男から一時を取って、小鳩体制と呼ばれ、党の実権を握っている小沢と協調している。小沢グループ、山グループ、横道グループ、川端グループ、羽田グループが主流派、 小沢から距離を置く、前バルグループ、野田グループが、主流派、双方と、微妙な距離を取る菅グループが、中間派と見られていた。2010年に、菅政権が発足すると、党内情勢は一転して、代表戦で菅を支えた、菅グループ、前バルグループ、野田グループが、主流参派と呼ばれ、これと、相対した、小沢グループ、鳩山グループ、 タルトコループが非主流派となり、横道グループ、川端グループ、羽田グループが中間派となった。また、これらの代表選を通じて、いざという時の数の大切さを認識した、前バルグループなど柄に結束を固めるべく、自民党の派閥さながらに毎週会合を持つようになるなど、派閥化の兆候も見られるようになった。さらに、小沢英人グループ、平野グループ、 原口グループ、玄用グルーなどの進行中間派が相次いで立ち上げられた。2011年に野田政権が発足すると主流参派に加え玄用グループと代表戦後に発足したかのグループが主流入りを果たした。さらに中間派、非主流派からも養殖に起用して党内優和を図った。しかし2012年夏には野田政権が最重点政策課題とした。 消費増税法案をめぐって、党内対立が激しくなった。結局、同法案の衆議院本会議の採決時に、小沢グループのメンバーの大半は、反対票を投じ、多くは民主党を離党して、国民の生活が第一を決闘した、同採決時に増反しつつ、党に残留した、新人議員らが、他グループを立ち上げた。また、新たに、赤松グループ、 細野グループなども立ち上げられ、党内グループの再編が加速した。2012年12月の第46回衆議院議員総選挙では、多くの衆議院議員が落選して、民主党は下野し野田は代表を辞任した。グループのリーダー、主要メンバーの落選により事実上消滅に追い込まれたグループも、相次ぎ、12月の代表選後に発足した、江田執行部体制では、 勢力図は一変した。産経新聞の調べによると、海江田執行部体制における民主党の主要グループは、赤松グループ、大畑グループ、鹿グループから解消、細野グループ、前原グループ、菅グループ、野田グループの6グループで、その中では赤松グループ、大畑グループ、細野グループが主流派とみなされている。また、毎日新聞では、旧民社党グループ、 高木グループ、川端グループから、会商、旧社会党グループ、横道グループなども、主要グループとして挙げられている。2013年7月、細野が第23回参議院議員通常選挙惨敗の責任を取って、幹事長を辞任したため、細野グループ、後に細野派と会商は非主流派に転落した。2014年9月の維新の党結成後、 野党再編への姿勢が問われる中、自主再建派とされる、海江田万里は同月中に行った、党役員人事の刷新により、中立派とされる、岡田克也と枝野幸男を執行部入りさせ、結果的に野党再編派とされる細野派、前原ルグループを孤立させたと指摘された。2015年1月の代表選では、細野派、長島グループ、 前原グループの一部が細野を、野田グループ、現洋グループ、前原グループの一部、旧民社統計グループの一部が岡田を、赤松グループ、大畑グループが、長妻明をそれぞれ支持し、細野対岡田の決戦投票で、赤松グループが岡田を、大畑グループが細野をそれぞれ支持した結果、岡田が代表に選出された。このため、岡田執行部体制における、党役員人事では、 リベラル系への配慮がなされた。2016年3月に維新の党が合流して、民進党が発足すると、旧維新の党グループ、枝松野グループが結成され、党内最大勢力となった。9月の代表選では、野田グループ、旧民社党系グループ、赤松グループが主流派、前原グループ、細野派、長島グループが非主流派、大畑グループ、 旧維人の党グループが中間派とされ、主流派に加え放送の派、旧維人の党グループの一部の支持を得た蓮舫が代表に選出された。しかし、蓮舫執行部体制が発足すると、野田義彦、元首相の幹事長起用などへの反発から、代表選で蓮舫を支持した赤松グループが離反し、旧維人の党グループも主流派、枝グループと非主流派、松野グループに分裂するなどしたため、 野田グループ、細野派、旧民社統計グループ、枝グループが主流派、前原グループ、大畑グループ、松野グループ、長島グループ、赤松グループが非主流派とされた。2017年4月、松野グループが正式に働きげしたほか、離党を表明した長島が除籍され、細野が執行部の憲法改正論議への消極姿勢を批判して代表代行を辞任。 5月には細野派の会長も辞任、8月には民進党を離党し、細野派は旧細野グループと解消するなど、非主流派を中心に動きがあった。2017年9月の代表選では、前原グループ、大畑グループ、松野グループ、旧民社統計グループ、旧細野グループ、旧長島グループが前原を、赤松グループが枝野をそれぞれ支持し、 韓グループ、野田グループ、枝グループが自主投票の方向となった結果、前原が代表に選出された。2017年10月の第48回衆議院議員総選挙では、民進党は公認候補を擁立せず、立候補予定者に希望の党へ公認申請させ、希望の党を全力支援する方針を9月28日の両院議員総会で決定した。しかし、 公認漏れや不参加表明で希望の党に参加しなかった候補者が立憲民主党や無所属で立候補し民進党出身者は3分裂して選挙戦に臨むこととなった民進党分裂後も大半のグループは維持され野田グループは立憲民主党希望の党民進党所属議員に分かれ菅グループ赤松グループは立憲民主党所属議員が中心のグループとなり 前原グループ、旧細野グループは希望の党所属議員によるグループとなった。2009年の政権交代前から、おおむね出身党派や世代に基づくグループが形成された。1996年結成の旧民主党系のグループとしては、旧先が旧派中心の鳩山グループ、同左派中心の官グループ、社民党、旧社会党系中心の横道グループ、 旧日本新党系の中堅、若手を中心とする、前バルグループ、五県派の平岡、近藤グループ、後に近藤グループと解消があり、政治的立場はリベラルな傾向にある。一方、旧新新党系のグループとしては、旧自由党系の小沢グループ、旧新党友愛、旧民社党系の川端グループ、後に高木グループと解消、旧民政党系の羽田グループ、 松下政経塾出身者を中心とする野田グループがあり、政治的立場は比較的保守的な傾向にある。2009年の政権交代後、鳩山政権下ではグループの形成の動きは特になかったが、翌2010年の菅政権成立後には中堅、若手議員らにより多くのグループが形成されている。2010年のうちに6月の代表選における タルトコ支持派を中心にタルトコグループが結成された。一方、奇主流派に転じた、鳩山グループから小沢英人グループ、平野グループが自立し、独自の活動を開始した。2011年に入ると、菅卸が本格化し、中堅の有力議員を担ぐ形で、原口グループ、玄洋グループが結成されたほか、若手、新人議員らによるグループの結成も相次いだ。さらに、 同年8月の代表選における、カノシジ派を中心にカノグループが結成された。このうち、タルトコグループ、小沢栄人グループ、平野グループ、原口グループは、その構成から比較的、小沢グループに近いとされていた。野田政権成立後、2012年に入ると、消費増税法案への賛否をめぐって、党内対立が激化し、7月に小沢グループの多くが、民主党を離党して、 国民の活が第一を決闘した一方、9月の代表選における赤松支持派を中心に赤松グループが結成され、10月には細野グループが結成された。しかし、同年12月の第46回衆議院議員総選挙で民主党は惨敗してケアし、多くのグループが衰退した。なおこの間、これらのグループの他に、 個別的政策に焦点を絞った主張を掲げるグループも形成されている。2010年の関政権下では、韓国併合に関する簡談話に批判的な保守派議員らにより、松原人氏を中心とする日本国研究会が結成された。2011年の野田政権成立後には、間口住夫を中心とする原子力バックエンド、問題勉強会、 小沢英人と馬淵を中心とする円高、欧州危機等対応研究会結成された。2014年には、1998年の民主党発足以降に初当選した第三世代を中心に動きがあり、星系が長島グループを結成したほか、一時期は細野グループが結束を強化する形で細野派に改組された。2016年3月に、 維新の党が合流して、民進党が発足すると、旧維新の党グループ、枝、松野グループが26人、第24回参議院議員通常選挙後は23人で結成され、党内最大勢力となったが、9月の代表選後に枝と松野が対立し、2017年4月に、非主流派が松野グループとして分裂した。参考までに、 各グループ代表者の所属党派の変遷を以下に示す。下線は、旧代表者。参考までに、以下の色に色分けする。前述のように、民主党、民進党のグループは、自民党の派閥に比べ緩やかな組織であるため、報道機関は人数に、曖昧さを持たせて表現することが多い。以下では各グループの所属人数の変遷を記載する。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。